皆さんこんにちは、江野先生カズです。私は20代で渡米してアートを学び、現在は埼玉県富士見野市で絵画教室を経営しています。この教室で2000人以上の方に絵の技法や絵を描く上で大切なことをお伝えしてきました。このチャンネルでも教室の生徒さんにお話しするのと同じように、絵を描く時のテクニックや押さえておくべきポイントを初心者の方にも分かりやすいように噛み砕いて紹介しています。もしいいなと思ったらチャンネル登録といいねボタンを押してもらえると嬉しいです。さて、秋が近づき、うだるような暑さはようやく遠のいていきましたね。まだまだ残暑は続きそうですが、本日は一足先に秋の風物詩、紅葉の風景をお届けしたいと思います。紅葉といえば京都、風光明媚な佐賀、二尊院の紅葉の様子を描いていきます。使用した色やテクニックのほか、紅葉を描く上で知っておくと良い座学も紹介しますね。ぜひ最後までご覧くださいね。今回使用した紙はホルベイン社のウォーターフォードです。まずは下準備。鉛筆を使って柔らかい線で下書きをします。また画面の中で明るく残しておきたい箇所には水彩の具がつかないようマスキング液でコーティングしておきます。それでは着彩していきましょう。最初は空から塗ります。今回使用した絵の具はコバルトブルー、マンガニーズブルーです。水を薄く塗っておいたところに絵の具を流し込みます。空の上部にはコバルトブルー、下部にはマンガニーズブルーを入れます。一色だけで塗るのではなく、何色か使用することで深みのある空を演出することができます。紙を上下左右に傾けて絵の具をなじませます。こうすると絵の具の粒子が水とともに移動して柔らかいグラデーションができますよ。さて、葉の色を塗り始める前に紅葉のメカニズムを簡単に紹介します。赤く染まる楓の葉は秋が深まり、気温が低下、日が短くなると葉の根元と枝の間に離層と呼ばれるコルクのような組織が形成されます。すると光合成で作られた糖が枝などに届かず、日光を浴びて糖とタンパク質が化学反応を起こし、アントシアニンという赤い色素が作られるのです。アントシアニンの合成は温度と光の条件が揃わないと起こりません。鮮やかに紅葉するには、昼夜の気温の差が大きく、十分日光を受けていることが必要です。京都は周囲を山々で囲まれた盆地の地形で、朝夕の寒暖差が大きいため、美しい紅葉を鑑賞できるんですね。また、楓の紅葉は日当たりの良い上部や飛び出た枝から順に赤くなるのが特徴です。そのため、葉は上の方に赤い色を置き、枝の影になる部分や奥になる部分は黄色や緑を置くように筆を入れると、より自然な紅葉を表現することができますよ。このようにモチーフの特性を事前に知っておくことは絵を描く上でとても大切です。もちろん目の前のモチーフをよく観察することが最重要なのは言うまでもありません。これは風景画だけに限ったことなく、生物画、人物画を描くときも同様です。皆さんもモチーフに関して気になることがあれば、絵を描く前にいろいろと調べられてみると良いかなと思います。さて、それでは紅葉の木々に下塗りをしていきましょう。葉を塗る際はスプレーで水を拭きます。筆だけで下塗りをするより、葉の形が均一の形にならず、より自然な木に近くなるので、私はスプレーを使うことが多いです。そして上の方から絵の具を流し込みます。鮮やかな
赤カドミウムレッド、続けてカドミウムレッドにパーマネントイエローを混ぜたオレンジ色を流し込みます。下部に行くにつれてイエローの分量を多くします。そしてサップグリーンを下の方に入れます。葉の色の目安は上から赤、オレンジ、黄色、緑です。また遠近感を出すために絵の具のサイドをコントロールします。奥の方は水の量を増やしサイドを下げ、手前の方は絵の具を濃いめに溶き鮮やかな赤や黄色を置きます。ここで乾かします。階段にも色を入れましょう。最初は光が当たって明るくなっている様子を表現するためイエローオーカーを薄く入れます。一旦乾かし影の部分に再び水を塗り、ペインズグレーを入れ、ウルトラマリンとローズマダーで作った紫を入れて色に変化をつけます。木の根元の影にはプルシアンブルーとバートシェンナを入れ、かなり濃い影の色を入れます。濃い色が入ると絵が引き締まりますね。紅葉の葉に細かい変化をつけます。ここでは小さく丸めたラップを使用しています。ラップのタッチだけでは不自然に模様が浮いてしまうので、場所によって水筆でぼかします。奥行きを表現するためにラップでタッチを入れる際も変化をつけます。奥はちょん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 と小さく、手前はポン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 とちょっと大きめといった感じです。石段にも色を入れましょう。イエローオーカー、ウルトラマリン、ペインズグレー、ローズマダーを使い、奥の方から色を塗っていきます。筆には平筆を使い、絵の具を横に伸ばすようにして筆を動かしましょう。手前の方は石段一つ一つの色に変化をつけます。赤っぽいグレーや青っぽいグレーなど石の色をよく観察して部分部分で色を変えてみると単調にならず趣が出ますよ。そして石の隙間に濃い影を入れます。だんだんと雰囲気が出てきましたね。木の葉の部分にかなり濃い影を入れます。これは紅葉の色ではなく紅葉の枝の奥に見える影になっている部分の色です。木の枝も入れましょう。使った色はバートシェンナとウルトラマリンです。下準備で塗っておいたマスキングを剥がし、再び水を塗ります。道の影を濃くします。完成が近くなってきたら、こうして全体の調子を見ながらトーンを調整してあげましょう。道が全体的に濃くなって作品の雰囲気が落ち着きました。最後に手前の方の葉に濃い赤やオレンジを入れて、草むらの濃い影を入れて完成です。ではまた次の動画で。